ジェンダーレスエイジレス体ボンレスグラリオサ男です。バイザイマー。はい、ということでコラボ動画第4弾、ぜひ見てください。モンとガーファンクル、最後の最後なんで、うん、グラリオサ男さんに、あー、もう結構時間いっちゃいました。結構な時間やし、野田さん呼んでみます。あ、ちょっと僕呼んできます。前が呼んだところでじゃないいやでも呼ぶと帰るじゃないですか。いや、たまたまその呼びに行った時に異変が起きるから、はい、だから怖いから僕ちょっと呼んできます。いやいやいや、ちょっと別にお前が行ったところでもう本当に何ですか、待って いや俺が呼んでくるよ。あ、お願いします。ちょっと次は帰らないでください、うん、本当にお願いします。最後やね。はい、最後だから遅いですね。はい、お、え、あ、おはようございます。おはようございます。え、また塚地さんは、いや、あ、会ってないです会ってない、はい、こ、あ、そうなの、ここに来て会ってない会ってないのに来ちゃった。あ、なんかあの、もうそろそろ出番なのかなと思って。あ、もう出番とかハラード系っていうか、あ、なんかなんとなくの空気が普通にいらしたんですね。じゃあ今塚地さんずっと探しちゃってるかもしれないですね。うん、ちょっと大変なんで僕ちょっと探しに行ってきます。え、だって俺だよ。はじゃない、冗談冗談、そんな初めたちであっという間にぶっ壊すの嫌だから。最後の最後ですけど、まあ塚地さん不在ということです、はい、こちらです。いや、もう取る気ないでしょ。キキミックスジュースで暇つぶし、キキミックスジュース、番組恒例の企画でもあるんですけど、あ、そう、まあ、今回牛乳と蜂蜜っていうのはベースにしつつ、うん、それにプラス何かを入れてミックスジュース作って、はあ、オリジナルのってことですか。はい、はあ、当たり前でしょなんで正規のやつってことで、それを目隠しした状態で飲んで何が入ってるか、はあ、はあ、はい、はあ、なるほど。気をつけてね、アイアムさんすごい言いそうだから。はい、気をつけます。これは今から目の前でミックスします。え、すみません。そんな思いのほか生きてんの。違うんです、蓋が思いのほかちょっと強くて。うわー、すごい。で、蓋をします。うわー、すごい頑丈な蓋です。バケますよ。うわー、氷が入ってるから。あ、氷の音ガリガリ。うわー、はい、はい、完成です。おー、なるほど、こういう感じか。ちょっとこぼれそうな可能性もあります。ありがとうございました。余計なのやめて、その蓋がどうとか。あー、これ美味しそうですけどね。美味しそう。はい、で、このまま、じゃあ、男さんいっちゃうよ。はい、めっちゃうまい。いやあれめっちゃうまいんだけど、何、うん、パンケーキ食べてるみたいな気持ちなる。パンケーキ、はい、すごく探したらなんかその見つかるかもしれないです。そのすごく探すと見つかる。その羽とか足とかえ、はい、足と羽と、あ、マジでそういう系。いや、わからないですよ。もうなんかゲテ系。じゃあそろそろ回答を。はい、蜂蜜言うてて、蜂蜜入れてなくて蜂入れてるみたいな。蜂、蜂の足が引っかかった。羽、蜂の羽。正解はこちらです。ん何何を言ってんって、何をやってんのみんな。こちらが入ってます。こちらが入ってるって何、うん、何にも入ってないか。分からない。正解は、ショートケーキ。道理でリアクション取れないわ何してんのよ。ゲテでしょ。本来こういうのゲテモノとか魚とかさ、なんかこう、うわ何これ磯臭いどうこうみたいなさ、
すげえ美味しかったんだよ。美味しいんだ。めっちゃ美味しいよ、それが。絶対俺も虫やと、うん、俺もって言ってるわ。続いてこちら。はい、お願いします。うわー、うわー、ちゅっちゃってんじゃん。いやー、マジかー。言っちゃってんじゃん。いやー、気持ち悪い。気持ち悪いって言ったよ。いやー、そういうの隠すべきじゃないですか、違う人って。ちょっと耳塞いでるのか。あ、ちょっと、すいません、耳を、すいません、ちょっとバレちゃうんで。何それ、目だけでしょ、本来こういうのって。すいません、すいません。耳を塞ぐって、なんなの、おたけびあげるってことなんか。何を。そう、いいですか、すいません。何、まだ？まだです。すいません。ちょっと待ってくださいね。OK です。大丈夫ですよ。じゃあ混ぜますよ。混ぜる？はい。うわぁ！完全に分離してる。大丈夫かな？よし。うわぁ！香ばしい。どっち？何なの、もう本当に基準となるそっち側がなんか変な人だからよくわかんないわ。なんだこの、なんか木の匂いがします。何それ、何そのヒントなのか何なのかよくわかんないぞ。それではこちらを、はい、お飲みください。いくよ。はい。ん、美味しいんだけど。確かに香ばしいな。なんかキャラメルのポップコーンを食べてるみたい。あー、色味合ってますね。ちょっとこう茶色系。結構な量入れましたよね。はい、結構な。何それ、普通絶対こんなには。うわ、入れないです。こんなに入れないです。こんなに入れないって。何、5匹。え、引きって言っちゃったよ。もうそういうことでしょ。はい、コオロギ。コオロギでいいですか。5匹って言っちゃってたからね。そんなに大きいもんじゃない気がするの、うん。じゃあ正解はこちらです。飲み口取っていただいて。はい、すいません、ちょっと申し訳ないです。こちらです。はい、こちら。ん、いや、さっきと同じ光景なんだけど。ん、ん、何これ。じゃあ本当の正解は。本当の正解、はい、本当の正解は、うまい棒のシュガーラスク味でした。変わんないでしょ、さっきのショートケーキと。甘いやつ入れてどうすんのよ、その牛乳と蜂蜜に対して。違和感生むもの入れろや。おいしい、いざに払って。はい、こちら。あー、なるほど。あ、なるほど。あー、いいですね。いいですね、ちょっと。いいですねっていうのはどっちの意味なんだろうな。これちょっと鼻塞いでてもらいましょうか。そうですね、鼻を。鼻を塞ぐ、はい、だからさ、目にだけのやつにして、なんか耳とか鼻とかさ、はい、ちょっと映っちゃうかもしれないんで。映っちゃう。いや、でもまずこっちの方。全部いくとちょっとまずいっすかね。はい、やばいっすね。何よ、全部いくって。すごいさ、もうボキャブラリーの乏しさにびっくりしてる。何一つ言ってないからね。あ、これでいいですかね。はい、いきますよ、混ぜます。どうなることやら。危ないです。うわー、完全になくなった。うわー、しもいいでしょう。あんなに主張の強かったものが完全になくなってしまいましたよ。なくなる？はい。主張の強かったものが？はい。あんだけバラエティに主張してたものが。バラエティに主張？どうですかね、これ。果たして。はい、できました。はい、ここにあります。これはでも。うわー、まず。あー、やっぱそうくんのか。もう絶対美味しいやつ今度かと思ったら、もうまず。またワンツーのうまさがあったからよりまずいのよ。うん、あ、まずいんですか。まずいよ。え、まずいけど、これはこれで癖になるっちゅうか。飲めなくはない。飲め、その
感覚さえ変えちゃえば、うん、そのスイーツの感覚消しちゃえば、うん、食事だと思えば、か分かりますか、なんかなんだろう、食事だと思えばめっちゃうまいわ。うまいんか、うまいんか。何、うえ、うえっちゅってる。うえ、よくうまいって言えますね。なんかスープにしか思えないわ、冷製スープ。おいしい、おいしい、おいしいですよこれ。もうドロッとしてて。回答はかぼちゃの冷製スープ。じゃあ正解を。はい、正解はこちらです。いいとって、こちらですね。ん、何このさ、なんか正解入れる前のやつ見せてよ普通さ。でこれ入れましたってなりたいの、もう入れた後のやつこれ見せられて、うわーって言えないでしょこれ見たら。いいですか正解言って。はい、豚骨ラーメンです。ピンとこないよ、こうやってみたいな。ラーメン？はい、全部入ってます。豚骨のスープとラーメンも入ってるの、ね、入ってます。だとしたらこれめっちゃ発見だと思う。え？カップと蓋つけてストローでもう食べ歩きラーメンできる。え？そんな？チャーシューも入ってますもんね。はい、チャーシュー。こんなに砕けんの？あー、なるほど。変な話、そのすごくお手軽に持ち歩きのできる豚骨ラーメンになるわよこれは。じゃあ商品がいけそうっていう、そういう企画でしたっけこれ。